ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速ゆめみの館へ。いらっしゃいませ、ラクジュエーションサロンゆめの館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は自然あふれる小暮村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで小暮し村に出発。はい、小暮し村に到着。お、服が置いてある。あ、かわいい、橋がかかっとる。夢の世界へようこそ。あなたは今小暮しという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の小暮しの世界をご堪能あそばせ。さあ、てことで、ま、二通りある感じかな。こっちがカフェの制服に黒いフォーマルパンツ、こっちはグリーンのコルセット。コルセット、ほう。とりあえず、どうする？コルセットできます？これ中身なんやろ？あー、なるほどね。メガホンね。マイレザーをゲットするために。じゃーん。こんな感じで。いいね、いいね。爽やか。いい感じに爽やか。で、このさっきからね、周りの水路と橋がすごい可愛いと思って、見てこれ。その先、なんかより一層濃い木で続いてる。え、めっちゃ可愛くない？え、超可愛くない？ほら、続いて、あ、こっちに出てきたら今度はレンガ作りの道が、なんかすごい街って感じやね。そしてキャラメルさんがさっき通って言ったけれど、え、超おしゃれなんですけど。え、めっちゃおしゃれなんですけど。いいね、いいね。なんかこのね、レンガにこういう街中の街灯、超似合うよね。あ、で、ここちょっとした段差？二段くらいの階段があったりとかもするし。へぇー。で、こういう感じの旗のマーク。かわいい。超かわいい。で、こっちちょっと降りてったら、ここね。見て、育ちかけの植物とかもあるし。花壇。お、そして、白いバラがたくさん。お？急激にちょっと雰囲気が統一されて。はい、そしてここ一軒目の家。君は？向こうの家の住人さんかな？こっちかな？ほこりちゃん。ほこりちゃん？名前。どういう由来なんやろ？お邪魔します。ここは一応、ほこりちゃんの海の見える別荘らしいです。いいね。一応、お嬢様。ほこりちゃんはお嬢様らしくって、だからか。メイドさんが家にいる。素晴らしき。それで、家の周りも白いバラやったんかな。なんかすごい、ね、優雅な、上品な感じが。はい、それじゃあ奥の部屋へ。ん？奥には、え、教会あるやん。自分家に教会。クリスチャンかな？もうなんかあれなんよね。キリスト教、お教会って言えばキリスト教、クリスチャンとかしか思い浮かばんねよね。はい、そして、2階へ。ん？なんか2階めっちゃプレゼントあるんやけど。え、誰かからの？ファンがいっぱいついとるのか、ほこりちゃんには。お嬢様というだけでなく。で、なんかここで手紙をしたためて。あれなんか、なんか、スマホとかでメール、LINE とかじゃなくって、文通とかそういう感じなんかな。へぇー。横には宝石が置いてあるし。そして、海の見える別荘というだけあって。自宅のベランダってことやろ？から、海が一望できる。素晴らしきやね。
景色が超いいね。はい、そして地下へ。お、地下はお風呂場。急激になんか、あ、かわいい。ツリー飾ってある。急激に冬の夜っていう感じになった。まあ、冬要素はあれやけど、ツリーぐらいやけど。でも冬の夜景って感じじゃない？すごいなんか綺麗。どの部屋もなんかすごいあれなんよね。全体的にこう清潔感、上品さっていうのがすごい出てる感じがする。ほい、お邪魔しました。ほこりちゃん、お嬢様。そして、あ、どうも。なずなちゃん、わははは、どうした？どうしたの？なずなちゃんは、花屋さん&カフェ。で、自由奔放な村長さん。園芸料理裁縫とかなり多趣味。でも全体的に、あれやね。もう、女子力全開の趣味やね。私もそんな女子力全開で行きたいけど、私が園芸をやると、まあ、あれだよね、ベランダでちょこっと植物を育てたりすると、あっという間に枯らすし。料理はまあ最近ちょこちょこしたりとかしよるけど、その特別うまいわけでもなく、レシピを見ながらって感じやし、裁縫はまあ、取れたボタンがつけれればいいかなぐらいの。取れたボタンぐらいはまあつけれるけど、もう編み物とかは無理かなっていう。編み物できる人すごくない？ね。そんなおしゃれなことがしてみたいよ。はい、奥の部屋へ。入り口入ってすぐは花屋さんやったけど、園芸が趣味って言ったよね。あれは、趣味がなんかさらにパワーアップして花屋さんになったってことかな。花屋さんになってから趣味になったんかな。その辺はちょっとわからんけれど。わからんけれど。あ、そしてね、これ、カフェで。果物とか切って出すのか。おしゃれな感じだな。ほら。トーストとか、紅茶に、ケーキに。そう、料理も趣味って言ったけど、あれか？村長さん、なずなちゃん本人が作って出すってことかな。お花屋さんもやって、カフェの方もやってってめちゃくちゃ多忙やん。しかも村長やし。はい、それじゃあ2階へ。はい、2階は、なんか落ち着いた感じで。あ、趣味の裁縫？編み物とかも。なるほどね、ここでせっせせっせと座ってやるわけだ。なんかいろいろ趣味関係の本とかいっぱいありそうやね。レシピ本とか、編み物の本とか、と花の本。小さい頃は結構ね、植物図鑑とかも読みよったんやけど、まあ知識としてはあまり残ってないね。植物図鑑、動物図鑑とかめっちゃ見よったけど、あと花言葉辞典みたいなのとか。はい、それじゃあ地下へ。あ、地下はお風呂場やね。すごいなんか結構広々とした感じで。服とかにはあんまこだわらんのかな。なんか自分がこう物を作り出したりとかするのは好きっぽいけど、なんか自分自身を着飾ったりとかそういう方面はなんかあんまり無頓着な感じ。なるほどね。必要最低限の服だけですみたいなね。はい、お邪魔しました。じゃあ、この家の周りのチューリップとかも自分で育てよるんかな。まあ、住人さん全員そういう感じかもしれんけど。自分の家の周りの花ぐらいは自分で育てよるかもしれんけど。ね、動物たちだって、家の周りの植物は育てよるもんね。ジオール持って。はい、そしてちょっと村の一番奥にひっそりとある、この建物。え？お嬢様がもう一人。
ということかしらね、さっきほこりちゃんお嬢様おったのに。ひつぎちゃんお静かに。これひつぎちゃんはね、村外れの洋館に住んでて、軍人気質、オカルト趣味らしいです。ちなみにさっき、一番最初に話しかけたほこりちゃんは、このひつぎちゃんを追っかけて、この、小枯らし村に来たらしいです。小枯らしじゃない、小暮らし村。で、電気がついてないよ。軍人気質か。ってことはちょっと男の子っぽかったりとかする部分があるんかな。で、そういうところかっこいいみたいな感じでほこりちゃんがなって、追っかけてやってきたみたいな。昔なんか助けられたりとかしたかもしれん。オカルト趣味。ひつぎちゃんはオカルト趣味って言ってけど、なんだろうね。でもこういうところに住んどったらちょっと幽霊とか出てきそうな感じがする。ゆうたろうとかがよく似合いそうじゃない？こういう建物。軍人気質。軍人気質。お堅い感じ。クールな感じかな。なんかよく聞くやん。女子校とかでも、なんか女の子同士やけど、やっぱすごいサバサバした感じ。男の子みたいな女の子。で、女の子にすごいモテモテな女の子みたいなの聞くけど、そういう感じなんかな。はい、奥の部屋はこんな感じで。楽器がたくさん置いてある。ん？この部屋はもしかして。なんか一瞬ちょっと十二星座関係あるかなって思ったけど、そんなこともないのか。あ、全然そんなことはないよね。あ、天秤とカニぐらいしか関係なかったわ。ほい、そして右側の部屋へ。なぜ入り口がこんなにも暗いのか。はい、右側の部屋、おー。なるほど。あれかな？軍人時代の軍人気質？もう軍人はやめとるんかな？気質っていうだけで別に軍人じゃないとか。え、でも、ぽい服着とったよね。軍人時代のきっと、この辺のが、取ってきたものとかそういう感じ？取ってきたもの？取ってきたもの？そう、報酬でもらったものとか。はい、そして、2階へ。はい、2階は、きっと難しいこととかがいっぱい載っているであろう本がたくさんの奥に、水晶玉？まさかの占いとか信じるタイプですか？でもなんか可愛らしい占いとかそういう感じではなさそうよね。オカルトって言おったけん、心霊関係、何あとは、高齢術みたいな。悪魔がどうのこうのとかそういう方面かな。悪魔払い。はい、そして地下へ。は？地下。地下はなんかより一層、さっきの水晶玉一個どころじゃない。絶対なんか悪魔呼び出す儀式とかしよるって。怖い。大丈夫か。大丈夫か。リンゴ？まさかの。白雪姫の手に渡った毒入りリンゴは、こうして作られる。そういう感じですか。はい、お邪魔しました。大丈夫？なんかあれかな？軍人気質、まあ、真面目そうやし、日々のストレスとかで、ああいう方向に走ってしまったりとか、そういう感じではないんだろうか。わからないけれども。はい、そして、こっちの端にもね。はい、この家。住人さんは、家の中かな？はい、それじゃあお邪魔します。
あ、いたいた。どうも、すのこちゃん。気になるなぁ。ん？気になる。どうした？すのこちゃんって言ったけど、この子、男の子で、女装趣味の男の子らしいです。で、大体いつも様子がおかしいと。ってことは、まあそんなに、この子の発言を気にすることはないのかな。ちなみにこの場所は、この村の診療所、病院です。看護師さん。すのこちゃんが先生だったら大変かもしれんけど、ちょっと頑張ってくださいまし。はい、それじゃあ左の部屋へ。はい、左側は、あ、ここはもう病院の売店って感じかな。売店で、パンだとか、雑誌だとか、お菓子類。で、イートインスペースもあって、ここで食べれると。最近、軽減税率とかいろいろあって大変やけど、でもまあ、ね、コンビニとかは、特に自己申請がなかったら何にもないし、自己申請してくる人もおらんし、普通な感じやけど、何も変わらんね。でもレシートの表記とかがいろいろ変わったけん、ごちゃごちゃしたレシートになったなぁとは思いよる。はい、それじゃあ奥の部屋へ。あ、奥は診察室やね。患者さんかな？大丈夫？あの先生が見るのかい？あの先生に見られたんで大丈夫なのかい？身長。久々に身長が測りたいな。なんか体重は日常的に測るけど、身長ってね、なんか健康診断とかいかん限りは測らんっていうか測れんというか、その正確なのは。ちょっと気になるよね。縮んでないかなとか。さすがにね、こう、二十歳を超えた時点で、身長が、ここからも伸びるかな、みたいな期待はそんなないけん、縮んでないかなっていう。まあ、二十歳超えても伸びる人は伸びるんやけどね。あ、手術室？あ、すごい、なんか。こういう感じで作っとんや。あ、で、ここで、今、あれですか？待ち中？あの、よくドラマとかであるやん。こういう手術室の前に座って、神妙な面持ちで、手術中っていう明かりがなんかバーンって、アップになって映ったりとかするやつ。なるほどね。手術室、なんかこういうのまで細かく作ってる人ってあんまおらんよね。大丈夫？あの、形だけの形だけの医者じゃないよね。ちゃんと働いてるんだよね。はい、そして2階。あ、でも意外とあれやね。すのこちゃん、すのこくん女装趣味って言うけど、家の中自体は、なんかおしゃれな男の子って感じの部屋やね。女の子というよりは。え、でも、持ってるバッグは女の子っぽいバッグ。ちょっとギャルっぽい女の子っぽいバッグ。でもこの辺、まあ男女兼用で着れそうな感じのものやけど、でも、どうなんかな。どうなんかな。でも全体的にパッと見た感じはおしゃれな男の子って感じよね。なるほどね。女装趣味やけど、そんながっつりっていうわけではないんかな。それに、ね。世の中、女装は趣味やけど、恋愛対象は女の人ですみたいな人も、なんか結構普通におるやん、SNS 見よったら。私の周りにはそういう人はおらんけど、結構見かけるよね。そして地下。何？え？何の研究が行われてるの？急にホラーなんですけど。あ、この謎の生物は一体、なんか未知の生物の赤ちゃん作り出しよるよね、確実に。ほら、妖精捕まえとるし。あ、奥にもおった。奥にももう一匹おった。もう一匹って言っていいんか、もう一人というべきなんかわからんけど。え？この、ね、小さな村の小さな診療所。ほのぼのとした感じかと思ったら、地下でなんかとんでもない研究が行われているっぽい。
なるほどね。ということは、その気になるというのは、研究のことかな？まあでも、ああいう研究をしているというのは、頭はいいという、まあ医者になってる時点で頭はいいんか。無免許じゃなければ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、なんかちょっと一人二人ほど怪しげなことをしてる人はいたけど、でもこの村にはまだまだいろんな秘密が眠ってそうな感じがするね。なんか自然に溢れた素朴な村かと思ったけど、闇が。